一番の中枢の人たちがそれを出していくところがこの建物だったってことですね。でこの建物がこういうふうなものでっていうふうにできていてっていうことです。で戦後です。そのたくさんここで3万4千人の人たちがここで持って、その超日本中からのエリートやそれからもう本当に優秀な若者10代の高校中学高校ぐらいの人たちが関東学院って言って、その向こうに今関東学院大学になってますが、そこが訓練校でした。だから中学でものすごく優秀な子なんかはみんなそこ行けってもう命令出してもらってやってたんで、そこで1年半ぐらいでしょうかね、もう英語から何からもう全部設計からいろんなものありとあらゆるものバーッと叩く、そして体も鍛えなきゃいけないって言って、もう一緒に訓練もいろんなこともやりって言って、その訓練が終えた人たちはどんどんその研究室に実際に作る産業に入っていくって、そういうことでやってたことですね。まあそんなこともあって、現在横浜市大学東京大学とかというところの後輩に及んでいたということと同時に、戦後陸軍海軍の解体に伴って航空技術所この機体も全部廃止されました。そしていろんな会社がこうね引き継いでいったわけですね。でそういう中で各行員の人たちみんなすごい優秀なものを持ってるでしょ。だから銀河とか桜花とか秋水とかってものすごい風をどれだけこう切ってスピードがあって少しの燃料でこうねやっていくかっていう、そういうようなこうデザインっていうか設計なんかすごい優秀なものを持ってたわけですね。それがどういうのに生かされたかって言ったら、結局新幹線とかモノレールとか何ですか、小田急線のロマンスターとか、そういう全部国鉄関係とかそういう交通のね主なこうどんどん戦後交通のねあれになってて、一番多く行ったのは国鉄です。国鉄の研究室に行きました、それで一気にその列車のデザインをっていうんで新幹線の第1号を作った人もここの人です。で逗子に住んで90何歳までお元気でしたけど、今もう亡くなられたと思いますが、NHK のプロジェクト X とかで番組あったでしょ、ああいうところでね出てそのことをお話ししてました、で本当にそういうこう20代の大学の一番の中で、ここに来て、そして若者たちが乗る特攻機のデザインそれをして一番来て、その乗る飛行機はもう絶対的にもう命を落とすためのものでしょ、それを開発しなきゃいけないってことに対して、すごいやっぱりいろんな思いがある中でもう命令の中でこうやってったということがあって、自分の技術が全部若者を殺すためのものになっていったってことで、そのいろんなやっぱりこうそのことをどっかで組みつけなきゃって言って、その新幹線を開発した方は鎌倉の水の下教会で洗礼を受けて入れ替えて、そして新しい技術や平和のために使われていきたいということで新幹線を開発したっておっしゃってましたね。そんなことがあって、私も実験時間にお話伺ってね聞かせていただきましたけど、プロジェクト X に出てからどこに住んでらっしゃるって言ってずしゃーって言って行ってお話伺いました、やっぱりそういうふうにして戦後のいろんな日本の開発、特にそういうことでここで働いてた人たちはみんなそういうことで戦後の中で新しいものをこう作っていくって時にすごいそれを生かしながら、そして本当にその思いを切り替えて新しい日本を作っていくっていうことでの平和産業の元の礎を築かなくてはっていうことでね、そういう青春の思いを切り替えていったってことがねいろいろと語られてね、そういうところのね一つの特質としてってことで語り継いでいかなきゃいけないなっていうことで、そんなことで、ね、一つの特質をしてください。で